これはねるねるねるの皆さん知ってるかもしれないですけど、ねるねるねるねのソースがあるんですけど、これをシュワシュワジュースに、シュワシュワジュースも作りたい。どんな香りかしらですか。This one is taiyaki and thing that's shaped like this, and also the lemonade, which is type of rice.
音割れてますか？今日カメラマンさんがいないので、私一人ぼっちでライブしてるので、音割れてたらごめんなさい。はい、皆さん、ている王道のねるねるねるです。Which I think everyone knows. 聞こえないですか？どうしよう。ガサ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 して、音聞こえない。移動しますか？でも電波は、あ、ビルの奥の方にいるからかもしれません。移動します。聞こえない。良くなった。みんな言ってることが全部違う。どうしましょう。ちょっと移動中はね、皆さんで何か移動しません。開ければいいのかな。は、はい、ドアを開けました。会社の皆さん。
逆に書きます。動くと音が切れる。動きません、極力。大丈夫ですか？これは、どうなってますか、皆さん。私の画面では反対になってるんです。だから、お菓子の蚊なんですけど、これはね、普通に、ね、同じ形です。まあ、子供の子ですね。はい。あ、失敗してみます。私は、そう、please just remember this 感じ、はい、チック菓子です。本当にマイク、社内体体、しかいないんで大丈夫なんですけど、普段皆さん、そう、私確認できないんで、ほらここにつけましたよ。うわ、分かりました。もう、あ、ちょっと物取ってきますね。やばい、人が減った。ほら、ちゃんとマイクつけましたので、これで大丈夫だと思いますよ。じゃあちょっとマイクが聞こえなくった、顔が漏れない部屋に戻って、ちょっといろいろ回収してからまたちょっと始めますね。よいしょ、今大丈夫、 OK、 治った。マイクって大切なんですね。はい、 So I finally got off my things here, so I will start this live。 ちょっとね、机が目の前にないので難しいんですけど、よいしょ、音声 OK。 はい、チック菓子は皆さん合ってますか？逆に書いてないですかね。ちょっとスタッフさんお願いします。チック菓子、ね、チーク菓子これです。で、まあ、最初に紹介したお祭り、ん、楽しいお祭り屋さん、どうしようかな、これに載せちゃおう、機材に。
菓子を残せます。まあ、そっちの方がね見やすいのでね、よいしょ。で、楽しいお団子屋さん。 So the second is、 あ、違う、間違えた。たい焼き&団子、たい焼き and rice cakes。 3つ目、ハンバーガー。はい、3つ目でした。4つ目、アポロ手作りアポロ。はい、あ、落ちちゃう、落ちちゃう。 OK です、アポロそしてそろそろ落ちる気がするんですけど、ナリキンワールド、これはあのソフトキャンディーのやつです。はい、お、すごくない？バランス感覚いいですね。あとは全部袋状のものなんで、ちょっと乗せたら落ちちゃうのでやめときます。はい、ねり、ねるねるねるねです。ここに、ここに置いておこう。よいしょ。次、香りラボです。香りラボ。そしてカラフルアイスショップですね。これまだ紹介してないんですかね。 So this is the one I hadn't talked about before because everyone started talking about the sounds, but this, you can make ice cream, so you can, you know, combine a lot of flavors and make ice cream. And these basically only require water, so it's really useful. And you can make it in anywhere you live, so I cut my hair and I also dyed my hair, by the way.もう髪の中染めちゃいました。あの 切ったんですけど、そんなに切ってないんですよ。でも染めちゃいました。なんでインナーからなくなっちゃいました。はい次はつかめる不思議玉。これもチーク菓子のところにあったんですけど、 あと私が好きなあのなんだっけな、楽しいケーキ屋さんっていうのがあるんですけど、それ売ってなかったんですよ、たまたま。だからちょっと買ってないんですけどね。つかめるね、玉丸のこういう水みたいなやつができるんで、掴んでみたいと思います。はい、あとこれね、最近流行ってると思うんですけど、グミつれたですね。これもねるねるねるね系統なんですけど、こうピーってどんどん長くなっていくやつを作れるのでね、値段が取れません。 So this is also I think really popular a bit a while ago, butThis is making gummy. So like not gummy bears, like gummy long things. So you can make that. グミ釣れたで。こう映るんだ。よいしょ。そして最後かな。チーク、あ、さ、あと2つありました。はい。次はね、ねるねるねるねの、メロンソーダねるねる、メロンソーダ味です。So this is also the same one as the Neru 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 Neru, this one, but it's a different flavor. So this is melon soda and this is grape. Yes, so two different flavors. すごくない？めちゃくちゃ集めましたよ、私。そして最後にね、お団子屋さんです。So the last is お団子。団子。やった。取れません。よいしょ、取れた。お団子屋さんです。目がかゆい。はい、お団子屋さんです。これはあの白たい焼き、たい焼きの同じ これと同じたい焼きと桜餅っていう、私がこの間話したんですけど、桜餅っていうものと、目かゆいんですよね、ときなこ餅っていうみたらし団子と同じ形なんですけど、きなこがかかってます。大豆をあの乾かしたやつです。のそして潰したやつです。であと三色団子っていう三色のねお団子があります。あといちご大福、これと同じ作れます。よいしょ。ってことで皆さん、あー動いちゃった、一瞬ここに自分が映って誰だろうと思っちゃった、自分でした。はい、ということでこれを作っていくんですが、皆さんどれを最初に作ってほしい、おー落ちた、どれを最初に作ってほしいですか。マイク引っ張っちゃうとねこうなっちゃうんですよ戻す。はい、じゃあ箱に入ってるやつを最初に作るか。電子レンジが必要なやつもあるので、必要じゃないやつ、あ、じゃあねるねるねるねを最初に作りますか。やっぱね、皆さんそのどんな子供でも通る最初に通る道のこのねるねるねるねを紹介します。 So this is basically something that every single child does
ねるねるねるね。It's very long and it's a tongue twister for me。ちゃんとね、アルコール消毒をしてからやっていきます。皆さんもちゃんと作る前はね、消毒をしてからやりましょう。やっぱね、手は汚いのでね、いろんなものを触ってるから。はい、ということで開けます。これね、後ろに説明が書いてあるんですよ。Delicious cooking snacks, thank you. You can make of these.こうやって説明が載ってるので、まあ、こっち側この説明じゃなくてバーコードとかあとねバーコードとかそっち側のものをちょっと切ってからね作った方がいいと思います。切る、はい、お、綺麗に後ろが切れました。で、中に入っているのはこの容器とこの粉とスプーンが入ってます。 So what's inside this isThis cup that you can put all your powders in, and powders and a spoon. では読んでいきましょう。最初に入っているもの、1番2番トッピング、スプーン、トレーです。So what's inside here is basically number one, number two, a topping, spoons and a tray. And also you need water. そう、でお水が必要なので持ってきました。お水。こっちもね、ちょっととりあえず開けて皆さんに1番2番トッピングを紹介したいと思います。 I also brought water and I am going to show everyone number one, number two and the topping. But it says, so this is number one. And this is the character for ねるねるねるね。 Okay, and so how to make it properly, it says, so you need thisSmall cup here. So as you can see, it's a square cup, but you need to put water inside. And if you put too little in, it's not going to taste good. So if you need to put fully in. 全部ちゃんと入れなきゃいけないです。ちなみに私は高校3年生ぶりに作ります。1年ぐらいですね。1年ぐらいぶりにね、ねるねるねるねを作ります。So, あ、そうで、ちゃんと美味しく作るには、コップのこのコップをギリギリまで入れましょう、お水を入れましょうってなってます。はい、これが一番の粉です。 So basically I haven't made this since I was in 12th grade, so it's been a year because I'm a university student now. So はい、ということでこの一番の粉をね入れるんですけど、どこに入れるかというと、あ、最初にこのコップを取ります。今日はお菓子作りです。このチーク菓子っていうお菓子をね作ります。当たっちゃった。これです。これがコップです。ここにお水入れます。開けます。 So you put the water inside this square rectangle. Thank you. Square, triangle cup. わ、すごい、めちゃくちゃギリギリに見えるかな。すごいギリギリになりましたけど、ここに入れました。で、一番の粉と四角一杯の水をよく入れます。このお水をこっち側の大きいコップがあるじゃないですか、器があるので、そこに入れます。はい、入りました。空中でやるのはよくね、手が震えちゃう。 So you first put the water that I just put in and also the first 一番の粉inside here. あ、ぶどうの匂いする。美味しい匂い。So it really smells like grape, but 見てください、中はね、白いんですよ。ほら、全然普通に白い粉なんですよ。なので入れます。で、こうしよう。あ、どうしよう。ちょっと下げますね。じゃあカメラ。よいしょ。入れます。じゃーって入れると。全部入れます。するとちょっと紫になってますよね。こんぐらいに下げればちょっと紫になってるんですよ。で、これを混ぜますね、多分。あ、水を入れ、よく混ぜましょう。なので混ぜていきます。よいしょ。ね、スプーンもついてくるのでスプーンでね、混ぜ混ぜします。本当に本当ですよ。でもなんか青色になってますね、青い。 butYou know, because it smelled like grape, I thought it was going to be purple, but it's actually blue. これちょっとね、ドロドロじゃないか。ちょっと
ドロドロ臭が少ないですね。 So it's supposed to be more blobby, but it's pretty smooth. まあ、よく混ぜます。よいしょ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 、はい、混ぜました。そしてね、次これね、ちゃんとね、小学生とかが読めるためにひらがなで書いてあって、でよ、ちょっと難しい漢字も上にあの振り仮名が書いてあるので、これとか入れましょうとかね、ちょっとピンボケてるんですけど、髪を染める液体のように、確かに It looks like, you know, dying things. Yes, it does, because you put it in water. So, はい、似てますね、確かに。で、2番の粉、これですね。この粉を入れて色が変わるまでよく混ぜましょう。So, then you put this in and twirl it until it changes color. あ、ちなみにこの間梅酒作ったじゃないですか、水曜日に。あれもね、ちょっと頑張って写真撮ってるんで、インスタとか、あといつかね、見せるので見てください。ほら、これもね、白いんですよ、2番の粉。でもこれで色が変わります。では入れていきます。じゃあ入れました。皆さんね、あのやっぱね、年末っていうか、あ、色変わってます。あの年が変わるときはね、すごい宇宙みたいな色になってる。あのいっぱいライブをしたいと思うので、もし見たいものがあったらぜひ教えてください。おー、すごい。 It's become very fluffy and also the color has changed and it looks like the galaxy. おー、すごい膨らんでるほら、すごくない？ヒュー、あ、ずれちゃった。まあまあまあになってます。これができました。そしてね、最後にこっちのキャラクターが入ってる方にトッピングを入れます。3番ですね。こっちもぶどう味らしいです。これは中は出した方がいいか。出しますね。もう美味しそう。美味しいです。これすごい美味しいんですよ。はい、中はね、キラキラとか、あとね、お星様が入ってるんですよ。お星様、星がね入ってたり、普通にね、キラキラが、うん、美味しい、入ってます。カメラを戻しますね。よいしょ、こんにちはできました。これをね、こうやって取って、かわいいこれを取って、ここのこんなトッピングのところにつけて食べます。いただきます。うんふん、うんうんふん、おい結構多いんですけどね、美味しいですよ。やっぱ最後あの2番の粉を入れた時に混ぜてるとちょっと膨らむの面白いですよね。 So it's very interesting because if you put the second powder in, it just becomes more. もうちょっと、この1個しか落ちなかったここのあの文字デコレートできたらいいですねとね、このアポロ作りたいんですけど、あの温めなきゃいけなくて、スタッフさんの手が必要なんですよ。なので私グミ連れて作りますね、今から。スタッフさん助けてください。はい、ということで、 So in order to make these, for example, hamburger and also Apollo and those things, I needthe help of a staff because there's I need a microwave. So, グミを連れてを作ります。もこもこ泡ソースにつけて食べるらしいです。で、この粉を入れるじゃないですか。で、こう引っ張るとグミになるんですよ。おー、面白い。私こういうの作ってないので、最近久しぶりに皆さんのおかげで作れます。ライブをやってるから作れます。よいしょ。ちょっと食べますね。美味しい。これ結構美味しい。あのグレープ味です。This is pretty good. It tastes like grape, so. うんうん。うん。人が増えてた。
ちなみにこれ全部駄菓子屋さんっていう日本 の, あのお菓子が結構売っているところで買ったんですけど、駄菓子屋さんって基本的にいろんな10円とか20円とか、まあ高くて50円ぐらいのお菓子が売っているお店なんですけど、練り飴っていうのも売ってるんですよ。あのこれ水飴っていうただのあの飴なんですよ。だから蜂蜜のなんか蜂でできてないただの砂糖バージョンなんですけど、これ美味しいんですよね。これねずっと混ぜ混ぜするとふわふわになるんですよ。納豆みたいなあの白い筋みたいなのが出てくるので、練り飴はとても楽しいです。あとはなんか水鉄砲飴って言って、ここが注射器みたいになっててピュッて押すとね、あの飴が出てくるやつを買ってみました。あとはこれ、あーすごいずれちゃってる、悲しいな。キャンディーソーダボックスっていうのがあって、なんかこの中のキャンディー、これがすごい不思議な食感なんですよ。だからね買ってみました。あともう一個あった。もう一個も同じキャンディーボックス、こっちは全然ずれてないんですけど、リンゴ、青リンゴとバナナかな、あとえんあのさくらんぼとオレンジの味です。 So this is also part. So all of those things that I all of this is something I got at a 駄菓子 store。 はい、じゃ2個目、グミツルタを作ります。グミツルタもグミのつる、グミ、あ、違う、泡ソースの素、ジュースの素の2個でできてます。あとはこのねストローでやれるストローでとフォークがあります。この多分フォークでヒューって持ち上げると思うんですけど、あ、びっくりした、グミの素もちゃんと入ってました。私グミの素ないかと思った。I thought for a second there was no グミの素。あ、3、4回分入ってるらしいです。粉は一度に入れないでね、だって3、4回引いていきます。で、内側の線までよいしょ。じゃ難しいので皆さん一緒に作っていきましょう。じゃん。先生はどの味が一番好き？ここにないやつなんですけど、楽しいケーキ屋さんっていうのが一番好きです。あのいちごとクリーム味がするんですけど、ここの中では私ねるねるねるにしか食べたことないんですよ。この一番最初にやったやつなので、ちょっと好きな味わかんないんで今から探します。でもこのアポロっていうのは普通にあのお菓子として売ってるんですけど美味しいです。あ、これも食べたことある、ネリキュンワールド、とてもこれも美味しいです。はい、コップを取りました。ということで最初に内側の線まで水を入れ、ジュースの素をフォークでよく混ぜます。はい、ここにねあの線が入ってるんですよ。ここに見えるかな、そうちょっとだけ線が入ってるんで、そこまでお水を入れます。よいしょ、入れます。あ、ちょうど入りました、水が。 So I put the water inside and second ジュースの素を入れます。ジュースの素、これだ、この青いやつです。ジュースの素を入れていきます。ちょっとね見えます、ありがとうございます。ちょっとこっちを移しますね。線が出るかなんですけど、どうしよう。はい、ジュースの素開けますね。ジュースの素はどのような色をしているのでしょうか。おっと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 、ちなみにおっとっとっていうねお菓子あるんですよ日本に。よいしょ、ジュースの素はこれもまたまた白いですね。白いものがジュースの素です。で白いのをこのね先ほど入れたお水に入れます。こんにちは先生、メキシコから。こんにちは。メキシコといえばスペイン語ですよね。スペイン語はオーラーブエナスティアスしかわかんない。はい、ということで混ぜます、フォークで混ぜます。フェリスナビダッド、お、メリークリスマス、フェリスナビダッド、クリスマスですよ皆さん。もう終わっちゃったけど日本は、次はねお正月ですね。うるさいねこれ。私はインド、あ、ドイツ人。おお、ドイツはわかんない。なんだろうな、ドイツ語。あ、グーテンタグ、グーテンモルゲンくらいかな、わかるのは。 So I'm mixing, 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 mixing. お、
イエーイ、色が変わってる。ちょっとねこれ見えるかな、こんな感じ。ちょっとね固まっちゃった、あ全然見えないね。まあいいや、固まっちゃってるのがあるんですよ。頑張って混ぜます。混ぜ混ぜ混ぜ、イエイイエイ、混ぜました。はい、次は泡ソースの素とこの三角のコップを、あ、グッドモルゲン回ってる、ありがとうございます。この三角のコップにまたお水を入れます。よいしょ、ここら辺に出したら見える。お、いいね、ちょうどいい感じにお水が入りました。今入れちゃいます。最初に、えい、見えないね、まあ、で、泡、なんだっけ、泡ソースの素入れます。これが泡ソースの素です。反対かな、オレンジ色のカップ、あ、オレンジ色の袋です。So this 泡ソースの素 is orange in an orange bag and you put this in again。 よいしょ。で、色は、あ、ちょっとオレンジなんです。多分カメラ越しでは見えないんですけど、ちょっとオレンジっぽい白色になってます。じゃあこれをね入れて、これはまた混ぜるらしいです。なのでちょっとフォークをきれいにします。口の中に入れるっていう、うん、はい、入れます。よいしょ、えい、落ちちゃった、あ、緊急事態、フォークが落ちました。この場所にはティッシュがない。よいしょ、はい、入れました。ちょっとね色が変わってます。ちょっと事故。ちょっとだけ移動中、スタッフの皆さんごめんなさい。はい、戻ってきました。顔出ししてない YouTuber みたい。はーい、顔が来ました。で、グミを作ろう。ストローをジュースの中に入れます。ストローがあるんですけど、これを曲げます。手洗ってます。手洗ってるというか消毒してます。で、このジュース作ったじゃないですか、この緑色の、そこの中にこう入れます。ただ手元を映した方がいいので、ちょっとカメラの位置を調整しますね。ちなみにこれがね、いつもの反対側なんですよ。皆さんここでね、私ライブしてるんでね、いつもの反対側を特別に今日は見れます。はい、ということで色を、よいしょ、アルコール消毒見えちゃう。ちょっと曲がってますね。ズームします。よいしょ、これで完璧。遠いけど私すごい。はい、ということで 3,4 回分入っているので、ストローの沈めたところをが隠れるようにグミのものをかけます。ストローをゆっくりと持ち上げて長いグミを吊り上げましょう。じゃあちょっと移動しますね。私も移動難しいな。よし、はい、グミのもとはこちらです。グレープ味かな多分。でここをね、私他のやつは上を全部切っちゃったんですけど、これはね 3,4 回作れるので、この切り取り線で切ります。では切っていきます。ドキドキの瞬間ですね。 Merry Christmas! Thank you! What did everyone get for their Christmas present? 私はチリ人です。お、チリの方なんですね。私は日本人なんですけどね、全然日本人っぽくないらしいです。ロシアからこんにちは。こんにちは。すごい、ロシア寒いですかね今。なんかロシアって、あの洗濯物を干すと固まっちゃうと凍っちゃうっていうお話聞きました。 I heard that in Russia if you put out your washed clothes like all of them freeze。 はい、ということでグミ入れます。わ、ちょっと難しいな。ス
ストローがジュースから出ないようにしないといけないから。よいしょ。Yes, Merry Christmas! イエーイ。はい、入れます。あ、ちなみにね、この中はね、見えないと思うけど、全然見えない。白いです。はい、入れます。大丈夫かな？はい、そして持ち上げていきます。ダンダラン。あ、全然ダメだった。デンデレデレデン。お、お、すごくない？伸びてる。おー、伸びました。違う角度から撮りたいんですけど。ほら、すごくない？伸びたよ、みんな。伸びました。じゃあ反転して、これ伸びた。プレゼントが今年もらっていませんけど大丈夫です。悲しいですね。ちょっとポタポタ垂れちゃってるんですけど、あの後で掃除します。スタッフの皆さんすいません。私はもらいましたよ、プレゼント。お、先生生きてますか？生きてます。よいしょ。では全部落ちちゃったけど、じゃじゃーん、できました。これグミなんですよ。これ引っ張っただけでできた。すごいインスタで流行った理由が分かりますね。いただきます。うん、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 本当にグミみたい。すごい、1個だけ残ってる。甘いですか？甘いです。あのチーク菓子基本的に全部甘いです。だからあのハンバーグ屋さん、ちょっと待って、カメラ戻しましょう。美味しそうです。美味しいです。すごい。あ、待ってこれ泡ソースにつけて食べなきゃいけなかったらしいです。じゃあ泡ソースも味見しますね。美味しい、びっくりした。すごい楽しかった。もう一回見たい。 OK、 もう一回やります。じゃあこっち向けでもう一回やりますね。泡ソースはすごいなんか炭酸飲んでるみたい。どうしようかな。スタッフさん助けてくださいって言っても来ないと思うので、ちょっと待って、ちょっとジュースを混ぜますね。これ飲めるらしいです、ジュースも。だからしとる。すごいね、最近のチーク菓子全然知らなかった。もう一回見たいという声が上がっているので、もう一回やります。さようなら。はい、カメラの裏側です。そしてよいしょ、じゃん、わ、じゃん、あ、やばい、カメラが、よいしょ、安定しました。はい、ということで作りますよ、2回目いきます。これを押さえます、最初に。で、粉をかけます。そしていきますよ、皆さん、3、2、1でやりましょう。3、3、2、1、5、ヒュ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 。横から撮りたいね、このカメラで。はい、できました。先生は最高やな、ありがとうございます。はい、でね、せっかくなんで泡につけます。よいしょ、泡泡になった。ゴーゴー。取れない、あ、取れちゃった塊いただきます。うん、うん、Chemistry、 Yes Chemistry。 横から撮りたいのであと1回やらせてください、皆さん。よいしょ、最後の1回です。どうしようかな、こうすれば。ちょっと待って、くしゃみしたい。やった。じゃあ最後の1回いきますね。よいしょ、ちょっとスプーンじゃなくてこれを回収します。 Thank you Bless you Thank you。 はい、ちょっと待ってくださいね。カリカリ、なんかあのカリカリのあのキラキラが入ってるんですよ。あの1個目に作ったねるねるねるみたいに、このこれが入ってるのでくしゃみ助かるそう、これが入ってるのであのアートとカリカリしてます。じゃあグミなので結構柔らかめです。
it is kind of, you know, crunchy, but it has all the sparkles inside. ちょっと今から、おっとっと、また落としちゃう。はい、今からやりますね、皆さん。最後の1回ですよ。よく見てください。あ、ちょっと取れた。はい、ということで、最後の1回なので。じゃあ、最初に粉を乗せていきます。はい、乗せました。でね、これを持ち上げ、あー、かなりちょうど悪い。あ、もう片手で私が持ちますね。この自己チャンネル、あ、横から撮りたいの。はい、いきますよ。3、2、1、チュルルルルルル。ほら、すごい長い。こんなのができましたよ。I didn't know there was so many forms of these candy snacks. So, I didn't know either, but there are a lot. すごい長い、できた。で、これをここにつけるらしいです。おっとっと。カメラのピントが合わない。今カメラ越しに見てるんでね。三脚が邪魔されちゃう。日本語で bless you と同じような表現あるか、多分ないと思いますよ。だからくしゃみされても放置します、みんな。だからあっちゅって言って、もう。みんな無視って感じなんですよ。だからブラッシュないんですよ。すごいすごいですよね。イエーイ、できた。最後のあと1個作ります。これすごいね。皆さん今度チーク菓子大会やりましょう。チーク菓子をいっぱい作る大会、すごい楽しい。おっとと、え、これ今の小学生やってるんだ。私やってないんで、このもうちょっとシンプルなやつしかやってないので楽しいですね。So these are the kind of snacks that elementary school kids make. I'm so jealous. I didn't make these back then. So back when I was elementary school student. Hi, I never seen these kinds of snacks before. I know, right? I don't think they sell a lot of them in the U.S. and things like that. But they have a lot in Japan. 最後にね、何を、皆さん何が見たいですか？ちょっと今から拾ってきます。よいしょ。明日もライブやるんで、もしかしたらこれやりますね。楽しかった。ハンバーガーでお願いします。お、皆さんハンバーガーでいいですか？その辺で私食べてますね。じゃあみんなの投票中、マイクが取れているみたいです。あ、本当だ、また取れました。取れました、回収。はい、 OK です、マイク取れました、ゲットしました。ハンバーガー、皆さん何がいいですか？一人しか投票してくれない。はい、グミいただきます。よいしょ。うん、うん、放送事故、ごめんなさい。はい、ハンバーガー作ります。これはね、あー、聞こえないです。多分聞こえます、今は聞こえますよね。多分大丈夫です。メリークリスマス。 I did it again. メリークリスマス even if it's late. メリークリスマス。 OK, we can hear now. Thank you. 皆さんメリークリスマス。サンタさん来ましたか？ハンバーガー OK、 ハンバーガー作ります。よいしょ。ハンバーガー作るのは、Sorry, I don't really know Japanese. What do you call these types of edible candy? So,This is usually meant for like little kids to make. So not okay. Not okay じゃない。こっちに音声 OK で出ちゃったから not okay って言ったんですけど。これ、皆さん、これ、ちゃんと見えますかね？ちょっとすごい下手くそな字で申し訳ないんですけど、逆に書いたので。チーク菓子というお菓子です。So these kinds of buildable candy are called チーク菓子。And it's basically for kids. And, you know, because this thing, you know, you need water and you need to mix.Like number one, number two, and things like that. And you can eat it in the end. It's very healthy. It has calcium. So it's meant for little kids. And it's not that like bad. And it doesn't have any
preservatives and、food coloring. So, あ、鏡文字になってますか？大丈夫です。聞こえます。あ、じゃあ戻しますね。書き直します。え、なんかこっちの私の画面では反対になっているので、チーク菓子、あ、書いてあります。あのチャットでスタッフさんが書いてくださったんですけど、チーク菓子と言います。So, chi is to, you know, have knowledge about something. And then, iku is to, I guess, you know, make more of that. And then, gashi is basically candy. So, なのでね、あのチーク菓子、そうです。Yes! Thank you! はい、ということで、じゃあ、あのハンバーガー作っていくので、ちょっとあっちの、あの、で、自販機が、自販機じゃない。Thank you. あるところに行きます。電子レンジがあるところに行きます。車内を歩きます。マスクなしですいません皆さん。そう行きますね。静かに働いている方々がいらっしゃるので静かに侵入中。電子レンジコーナーに着きました。電子レンジコーナーっていう場所じゃないんですけど、はい、こっちかな。はい、わあすごい顔がモレモレじゃない。とてもいい感じのお菓子みたいですね。ドイツのお菓子といえば健康に良くないとか。あ、本当ですか。日本のね、あの、おう、日本のあの健康に良くないお菓子も一応あるんですけど、そのお話つきできる。え、動いちゃうな。これそう。あるんですけど、これはね、実際こういうもので、結構いい、あの、体にいいお菓子になっています。反対の。ハンバーガー。はい、当てていきます。ハンバーガーちょっと難しいんで頑張りますね。これ私小学2年生ぐらいぶりに作りますね。皆さんね、クリスマスは何をしましたか。 What did everyone do for Christmas? あ、またマイク取れてる。すいません、マイクが取れました。これ取りやすいね。もうちょっといいものを探してみますね。はい、じゃん。そう、これチーズの大きさ、チーズもあるらしい。 I've been subscribed to the channel for a long time. Oh, really? Yes, I have been streaming a lot. Thank you for coming. 今床に座ってるんで足が痛いんですけど、ハンバーガーシートっていうのもありますね。ちょっとハサミも取ってきますね。今回マイクは取れたらすぐ気づくようにします。よいしょ、ハサミ、ハサミ。誰かの机にないかな。 I started following this mom. Thank you. I'm glad you enjoy our channel. I got scissors. ハサミはね、振り回しちゃダメなんで。日本人結構ここのハサミのね、下の部分を持つんですよ。あの、危ないじゃないですか、ここら辺が。だからね、下の部分を持つ習慣があるらしいです。はい。帰ってきました。はい、ということで作っていきます。今回初めてライブに参加しても、おー、ありがとうございます、嬉しい。はい、ということで、じゃあ上の部分を最初に切りますね。はい、切れました。お、すごい中にいっぱい入ってるんですけど、パンの素とケチャップの素かなと、もう一個なんか入ってます。で、こっちはハンバーガーの素とコーラの素とポテトの素が入ってます。あとは多分これがコーラのコップかな、とスプーンとナイフが入ってます。 So, the, so inside this box there's a tray and there's also, you know, the paper plates and all of the surroundings and then there's also the cola powder and the hamburger powder and the potato powder and in this other bag there's a ketchup and bread and something else inside. はい、ということで、じゃあこれを後ろを読みながら作っていきますね。用意するものは水とハサミです。水はそこにあります。で、最初にで袋を開けて中身を全部出します。じゃあ開けていきます。はい、中に入ってたのはハンバーガーの素、ポテトの素、
そしてコーラの素3つです。こっちの袋は、もう一個の袋は、あ、ゴミ箱があった、入れます、よいしょ。もう一個はケチャップの素、あ、じゃあチーズ素だ、チーズの素でした、チーズの素、そしてパンの素の3つが入ってるので6個合計で入っています。あとはナイフ、スプーン、トレー、あとコップとハンバーガーシートです。いくらですかこのハンバーガーメニュー。これ確か300円ぐらいだったと思います。ダブルチーズバーガーと普通のチーズバーガー、ダブルチーズバーガーと普通のハンバーガーとコーラとポテト全部ついて300円、安いちょっと小さいんですけどね。はい、では最初にトレーを切り離すらしいです。くしゃみもう一回しそうはい、切っていきます。ここのこことここの2箇所で切ります。あとこのコップを切り外しますね、多分。はい、じゃあいきます。安いですね、やっぱりね、ハンバーガーはね安くなきゃいいクオリティが、まあ、あのお肉が入ってないので安いですけどね、お肉が入ってたらちょっと高い、まあ、あのあくまでもお菓子なんで甘いハンバーガーになります。よいしょ、切っていきます。よいしょ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 、はい、そして最後、ちなみにこれ私作ったその小学4年生ぐらいの時はおばあちゃんのお家で作ったんですけど、2階で作っててね、1階にあの電子レンジがあったんで、ずっと1階2階を行き来してました。 When I made it back when I was in elementary school, fourth grade, I made it in my grandma's house and I was making it upstairs on the second floor, so I had to go back to the first floor and up and back and up like seven times 水もね、そう、2階にはなかったので。はい、ということで最初にねポテトを作るらしいです。ギザギザトレーに、ギザギザトレー、これだ、ギザギザトレーを食べたばかりして羨ましい。私は朝ごはんをあの最初に飲んでたトマトジュースしかないので、いいな。このギザギザトレーに三角カップ2杯、これですね、これ2回とポテトの素を入れます。じゃあお水を取ってきますね。はい、ということでお水ゲット。 So first to make the potatoes you put water 2 cups of this small water を1、膝が濡れました、2、これを2個入れました。そしてポテトの素を入れます、黄色いやつ、いい感じになりました。私今床に座ってるんで、ね、これも電子レンジに入れるらしいです。よいしょ、開けました。あー、なんかきな粉みたいに匂いがする。 So it smells like the 見えないな、あ、見えた、ちょっとね黄色いんですよ、相変わらずちょっと黄色い。じゃあこの粉をここに入れますね。はい、入れます。えい、見えないね。 I can smell it from here Yes, but it doesn't smell like potatoes. It smells like soybean. So はい、じゃあこれをよく混ぜるらしいです。じゃあちょっと混ぜていきますね。よいしょよいしょ。あ、でもちょっとポテトの塩にする匂いする、いい匂いですね。え、本当にポテトの匂いする、不思議。よいしょ、混ぜ混ぜ中です。 Yummy! Yes, it's yummy! It smells like normal potatoes, but not like the French fried potatoes, just normal potatoes, like the ones that you bake inside your house. Like, it smells like mashed potatoes. It looks like mashed potatoes as well. よいしょ、よいしょ。はい、でこれを混ぜたら、混ざったら指で押して平らにしますらしいので、もう一回ちょっとおっとと、下手くそですね。はい、こんにちは。もう一回ちょっとアルコール消毒しますね。いろんなもの触ってきたね。
はい、ちょっとアルコール消毒中。これを平らにするらしいです。キレキレ、はい、平らにしますね。指で平らにするんですけど、ちょっと待ってください、ね、こんにちは今ハンバーグを作っています。いや違う、今はあのポテトを作ってます。これを指で平らにしていきます。よいしょ、ちょっと平らにしたらお見せしますね。よいしょ、サンタさんは来ましたかあ、でもみんなクリスマスなわけじゃないもんね。ハヌカの人もいるし、仏教の人だったら何もないのかな。特に今の季節はクリスマスじゃないから。そっか、みんなサンタさんなわけじゃないもんね。よいしょ、あ、なんか来てた。フレンチフライズは日本語でポテトと言いますか。うん、確かにそうだね。ポテトっていうね、フレンチフライとは言わないね。イギリスではチップスって言うし、やっぱみんな違う読み方があるんですね。はい、できました。ポテト、指にいっぱいポテトしちゃった。で、これを電子レンジで加熱します。ポテトは500ワットで40秒らしいですけど、電子レンジ400ワット、何ワットかわからないな。あと開かないな。うん、29人。ちょっとどうしようかな、電子レンジ使い方がわからない。どうしましょうね。あ、森本、あ、ぶ、あのスタッフさんが開けてくださいました。ありがとうございます、スタッフさん。はい、ということでポテト入れていきます。電子レンジこんな感じに入っています。なんか近くない、今日画面あ、直った。はい、電子レンジ入れました。はい、ということで閉めます。結構硬いね。お、こんにちはで、よいしょ、これは500ワットで40秒なんですよ。噴火、はい、加熱中です。じゃあその間に次のものの準備をしますね。次はハンバーグを作るらしいので、ハンバーグの準備します。ハンバーグ、あの肉の部分作ります。ハンバーグはこれです。どこに入れるんだろう。トレーに入れるのか。どのトレーに入れるんだろう。あ、そういうことが、全部同じトレーに入れる。 I don't think you'll explore。 一応中が見えないので、あの多分爆発はしません。大丈夫だと思います。あの、まあ、日本でね作られるチーク菓子は基本的に安全できました。安全なので大丈夫だと思います。皆さん安心してみてくださいでちょっと、あ、ティッシュあった。 Time to explore the french fry We're not exploding it ポテトついちゃった。ポテトの味がしますね。多分ここの中に、おっとと、何や、ここの中に入れますね。じゃあハンバーグ、お、ハンバーグだ。ちょっとね茶色いんですよ。すごいね。入れます。ちょっと待ってください、全部入れたい。で、あ、危ない、アルコール入れるとこやった。マイク事故だけで済むと、おお、大丈夫です。カメラ事故も起こってるので。はい、よいしょ、マイク事故ね。マイクはね、なんででしょうね、使えなかった。はい、入れます。1杯、これ2杯入れますね。2杯入れました。ちょっとあのスプーンをきれいにしたいので、お、あの結構本当に
ハンバーガーなんですよ。匂いが。よいしょ。よいしょ。はい、混ぜますね。混ぜ混ぜ。混ぜ混ぜ。ハンバーガーになってる。固まってる固まってる。わあ。すごい。皆さんのために私はハンバーガーを作っています。バジルハンバーガー。 Japanese counters are so confusing and if I didn't remember what counters? Oh, like milliliters and things like that. Yeah, I know, they are confusing. やばい、結構匂いが。スタッフの皆さんすいません。オフィスにいる皆さんすいません。結構匂い強いですよ。あの本当に本物のハンバーガーの匂いがするから。やっぱこれ4年じゃない、私が4年生の時と変わってませんね。ずっとハンバーガーの匂いがします。多分一生ハンバーガーの匂いがする気がする。これを手でこねるらしいので、またまたお手手をきれいにします。うん、手で丸めてハンバーグの中に押し入れるので。 Counters for type objects. Oh, okayYeah, they are kind of hard to continue. Counter at the table. Conversation between everyone. はい、きれいにしました。このハンバーガーを取ります。で、丸めます。よいしょ。この間ちょうどクッキーを作ったばかりなので、丸める動作は慣れています。はい、丸めました。で、ここがね、ハンバーガー入れなんで、ここに入れます。えい、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 えい。ちょうど入りました。綺麗に入りましたよ。はい、これをこれで一旦終わりです、ハンバーガーは。はい、ということでまたねコップを綺麗にしなきゃいけないんですけど、ちょっと容器がね他にないんでちょっと寂しいですね。手が汚くなっちゃった、片言になった。はい、ハンバーガーができました。ちょっとフレンチフライの様子を見に行きましょう。フライポテトのフライドポテト、うん、ポテト、やっぱ、うん、ポテトって言いますね、日本語ではポテト、あ、フレンチフライのことを。あ、痛い、指負傷。あ、爆発してない。よいしょ、小さく、ちょっと小さくなっています、ポテトの正体は。あ、ちょっと焦げてる。でもほら、ちゃんとポテトになってますよ、皆さん。よいしょ、大丈夫、大丈夫です。暑かっただけです。とてもとても暑いですね。あ、もう10時50分だ。よいしょ。じゃあね、このハンバーガーを作ったのをきれいにしていきます。 I find it honey. Yeah, like, そう、私の1回目のライブを見た方は分かると思うんですけど、あれ1回目のライブ、うん、確か1回目のライブですね。あの動物の数え方をやったんですよ。で1匹2匹とかやったんですけど、そう、ピカチュウはね1匹なんですよね。ピカチュウでもそんないっぱいいるのかな。私あんまりポケモン見てないんでわかんないんですけど、はい、だいたい綺麗になったので2個目を作ります。2個目はパンですね。パンの素を入れていきます。 Which one's used for Chebrakshas? What? I don't knowI'm so confused. Me too. What is Chebrakshas? Okay. はい、2個目はパンの素です。これもね、ちょっと普通に白です。普通に白です。はい、入れます。はい、入れました。で、あれ？パンは半分こにするらしいです。はい、3カップ2杯分です。はい、これね、2杯分。こぼしちゃった。はい、1杯。ゴミ箱の上でやった方がいいね。2杯。はい、2杯分入れました。おっと。はい、ということで。スーベニアからあ、なんか名前だけわかるかもしれない。何なんだろうな、わかんないな。
はい、混ぜ混ぜタイム。パンの色になってますね。動物の数え方、お、ぜひ皆さん見てください。動物の数え方のライブです。この間混ぜてます。混ぜ混ぜ、あ、本当にパンみたいな色になってきた。パン、あ、なんかあの食パンみたいな匂いがする。昨日食べたパンみたいな匂いがするな。昨日ちょっと甘いパン食べたんですよ。 OK, so slices of bread, flocks of bird. Oh, OK, you're explaining to each other, OK. Well, I will. はい、ということでパンができました。で、パンは2枚必要なので2回に分けます。2 cups, 2杯、そう。2 cups is 2杯, but 2 bottles is 2本. So it's very Japanese is confusing. はい、ということでね、ここの中に入れますね。ここら辺だったら見えるか。あ、明るくなっちゃうな。入れます。こっちも入れます。やっぱね、日本語って難しいですよね。そう、多分明日もライブするので明日も見に来てくださいね。で、明日はね、人がいっぱいいるので、やっぱ平日なので、ね、普通のウィークデイなので、ちょっと大声出せないんですけどね。So I will be doing a live tomorrow as well, so please come and check us out there as well. But I can't talk that loudly as I'm doing today, because if I talk too loudly, everyone's going to get mad at me. Also, 日本 means Japan. Yeah, 日本, 日本 both mean Japan, so it is confusing. よいしょ。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 ちょっとパンをね、鳴らしてます。ヘイヘイヘイ。ヘイ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 。こっちは30秒らしいです。あれ？40秒かも。まあ40秒よりいいかな。お、こんな感じでパンができました。これをね、入れます。はい、入れてきます。感じ is different. 2本、2本。For what? Oh, like two bottles and yeah, it is different. はい、入れますね。硬かった。いや、すごい、あの、レンジがポテトの匂いになっちゃった。皆さんごめんなさい。はい、作っています。なのでその間にね、違うものを作ります。ちょっとカメラが汚れちゃった。よいしょ。最後にね、チーズを作ります。ギザギザトレーに三角カップ1杯分の水ってことがあって、このポテトを取り出さなきゃいけないので、今からちょっとハンバーガーシートを切っていきますね。日本はね、あの年末、まあ、今ぐらいあの年の終わりになると帰省っていうものをするんですよ。で、帰省っていうのを帰る、なんて言うんだろうな、帰るっていう感じ、生っていう感じはちょっと難しいんですけど、そういうことをするんですけど、まあ、基本的にはね、自分の生まれたお家とか、まあ、おじいちゃんおば親がいる場所に帰るんですけど、まあ、私みたいなお家に自分の親と住んでいる人はおばあちゃんに行く、まあ、グランパレンツのうちに行くっていう感じになっているの。それを帰省と言うんですよ。日本人はね、今の時期帰省をします。結構みんな、あとお盆っていう時期も8月にあるんですけど、その時期もみんな帰省します。 So there are two times when you kind of go back to where you used to be, and that is now and お盆 which is in August. So those two times are when you go back to your house. But if you'reliving your parents or you know, oh, 帰省感じ合ってる。 If you're living with your parents and things like that, you, if you have a grandparent, then you probably go to their house, but it kind of depends. あ、まな板用の線がここにね、チーズ用の線があるので、ちょっとチーズ用の線ゲット。はい、あとで作ります。ことで、次は何作んなきゃ。次はチーズを作りますね。あ、そうだ、だからこのポテトを取り出すために私はこれを出したんだ。よいしょ、ポテト出しますね。おっと、ポトって来たけど固まった。お、ぬるぬるしてる。固
トマトポテトです。あれみたい、あのサブウェイだっけ、どっかのポテト、緑色の看板のところのポテトみたいな色をしています。これかな、チーズの素、これでした。初詣行きますか。行きます。まだ行かないけど、どこに行くでしょう。多分東京大神宮に行くんですけど、まあ1日はあの混んでるので5日ぐらいに行きます。初詣はねそんな早く行けないですよ、やっぱ混んでるしね。ちなみに私はね31らへんで帰省します。チーズの素をちょっとねオレンジっぽい色をしています。チーズの素、オレンジ色、チーズの素入れます。よいしょ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 。でこれ何杯入れるんだっけ。1杯入れます。あれ私の計量カップ、カップなくしたな。ちょっとカップなくしたんですけど、どうすればいいですかね。感覚でやります。1月に入ってから行きますよね。そしてチーズマーベキ、そう1月に行ってから、あ、あった、1月に行ってから行きます。そしてチーズマーベキチーズ、kind of these snacks will be good Christmas presents for next year's Christmas. What does it taste like? あ、みんな早いコメントちょっと待ってください。全部作ったら食べますね。多分本当のあのポテトの味がします。一杯、これ何杯入れるんだっけ、これ3回ぐらい言いましたね。はい、一杯入れました。帰省と帰省の発音は違う、帰省帰省同じかな、多分同じだと思います。はい、多分一緒です。だから難しい、まあでもあのお話ししてる間に分かりますよね。例えばあのちょっと私通信が規制されてる場所に住んでるんだというのと、私規制するんだおばあちゃん、あのお家にみたいな感じの使い方が違うのでね。チーズ色めっちゃチーズです。こんな感じのねチーズカラー、混ぜタイム。確かにこれクリスマスプレゼント、あ、チーズだ。なんで書いたんだろう。わかりません。韓国語わかんないんです。I don't understand Korean. Please talk in English or Japanese. そしたらわかります。混ぜ混ぜ。お、できました。で、これは手でこねた後、薄く伸ばしてハンバーガーシートにあるチーズの大きさに合わせてナイフで切り、チーズを2枚作ります。チーズです、チーズですやでしょ。はい、このハンバーガーシートの上でちょっと作りますね。伸ばします。こねは、そうだ、これはただの水だから冷たいですね。この間チーズのハン、あのポッ、なんだっけ、チーズのあの何っけ、あ、ピザ食べました。あの照り焼きピザ食べました。美味しかったです。よいしょよいしょ。全然これ綺麗になんなくない難しい、結構難しい。よいしょよいしょ。やっぱこれはね一人でやるのは寂しいですね。友達とやるからこそが楽しいんですよ。お腹が空きました。こんなチーズを作っているとお腹が空きますね。皆さんお昼とか朝とか夕食は何食べましたか。私昨日はねお寿司食べました。カニだけ食べました。カニのお寿司とフグのお寿司を食べました。フグ初めて食べたんですよ。びっくりしました。感想文はい、切っていきます。よいしょ、どこだ、ここら辺かな。はい、もう四角っていう前提に、四角です。これがチーズです。マイチーズ。はい、でケチャップ作なきゃ、足が痛くなってきた。 お寿司大好きです。私も大好きです。痛い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 。はい、 Wow, one Yes, someone might kill me. This big knife. Yeah, everyone needs to be careful to not to be killed by a knife. はい、じゃあチーズのね中をきれいにしていきます。クリスマスイブは皆さん何しましたか ?24日24日は私はディズニーに行きました一番楽しそうな人。よいしょ、
綺麗になれ、綺麗になりました、カッコ仮。はい、ケチャップを入れますね。ケチャップ、青のケチャップ2杯、これを入れます。あの水を入れます。ケチャップは結構作りやすそう。あのトマトの匂いがする。あ、トマトの匂いだ。あの私このような顔をしているのはね、あ、赤色です。ちょっとこのチークシのこのポあのハンバーガーって言っちゃダメですよ、あんまり美味しくないって言われてるんですよ。だからちょっとね、このような顔になっちゃいます。はい、いっぱい。まあね、人によるので、日本語なら分かりますよ、英語でも分かりますけど、日本語か英語だったら大丈夫です。今回のチーク合唱を通して私の足がびちょぬになりました。すごい濡れた。あ、スプーン聞き取れなかったら、どこがどこ行きましたか。あ、何日ですか、24日ですか。ディズニーランドに行きましたよ。東京のディズニーです。わあ、あー、ケチャップだ。よいしょ。ディズニーはね、今はね緊急事態宣言がないから結構混んでますけどね、なんかあの5000人とかしか入れない時があって、その時全然並んでなかったらしいですよ。はい、ケチャップの完成です。あのどんどんチーズはチーク菓子のですか、チーズ、あー、そうです、全部チーク菓子のやつです。 Do you like Disney animated movies? It depends on the movie. For example,I can't remember. Oh, I watched Baymax and I cried, but... Baymax さん見ましたね。はい、ということでじゃあ仕上げタイムです。コップを移動します。そして作ったハンバーガーを取ってきます。よいしょ。Oh, no. Oh, マイク。大丈夫かな?大丈夫かな大丈夫かな。パンは半分に、ハンバーガー3等分に切ります。まあ、パンを半分に切ります。あ、こんな感じになりましたよ。あのクッキーみたい、クッキー、クッキー、大丈夫ですクッキーになりました。ポジティブ、ポジティブ、クッキーみたい。社員さんごめんなさい。ポテト落ちちゃった。うわ、落ちちゃう。ナイフでね、このケーブルなんです。ぐちゃぐちゃ。そう、この間鎌倉に皆さん連れていたと思うんですけど、あの時に使って、そのまま私の机に置いてあって、なのでね、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃってます。はい、パンと取れました。イエイ。これがパンで、これがハンバーガーです。パン半分に切ります。危険なので包丁をね丁寧に取り扱いますよ。お、あ、すごい綺麗に切れました。半分、もう一個のハンバーグ、あ、間違えた、パンも切っていきます。よいしょ。お、綺麗に切れました。パンです。はい、そしてハンバーガー、肉の塊をね3等分していきます。ちょっと硬いな、ちょっと結構硬い、硬い、えい、あ、ビッグヒーロー、あ、そっか、日本語ではベイマックスだけど、ビッグヒーローセックスだもんね。てか本来はベイマックスの話じゃないもんね。すっごい硬い、綺麗、やった、綺麗できましたね。硬い、めちゃ硬い。おう、諦めていいですか。一番最高のパンです、ありがとうございます。硬い、あのガリガリになってるの分かりますかね、すごい硬いんですよ。はい、半分で諦めます。あの許してください、ダブルチーズバーガーにはなれませんでした。で、パン、ハンバーグ、チーズ、ケチャップ、パンにします。はい、最初にパン、どうしよう、ちょっとね見えないですね。はい、最初にパン、ハンバーグ、本当もののナイフあったらよかった、そうだね。で、ハンバーガー is coming out great, thank you. チーズ、パン、ハンバーガー、チーズ、ケチャップ、パン、
Must be a well done burger. Yes, it really smells like a real burger. チーズ、あ、間違えた、ケチャップ。テレテレテレ。おいしそう。かな？はい、パン。イェーイ、チーズバーガー1。はい、上がり。はい、じゃあチーズバーガー2。ちょっとこれはね、ダブルチーズのハウスなんですけど、失敗したので普通のチーズバーガーです。切るのに失敗したのでね。ケチャップをかけます。垂れちゃう。よいしょ。はい、チーズバーガーに。かわいいバーガー。ちょっと待って、ほっぺたが落ちました。Such a small burger。そう、ちっちゃいよね。かわいい。はい、はい、できました。そしてコーラを作ります、最後に。皆さん忘れてませんでしたか、コーラ。はい、ということでね、このチーズバーガー、チーズハンバーガー。はい。ということで、このコップがあるんですけど、1センチぐらいお水を入れますね。1センチ、これぐらいかな。入れました、お水を。で、これを入れます。よいしょ。いや、すごい。泡々になって、あ、ちょっと中見せるの忘れたんですけど、相変わらず白いです。チビバーガー、待って、見せたい見せたい、すごい、あわあわ、すごい、ああ垂れちゃった、あわあわになりましたよ、すごいね、コーラみたい、本物のコーラみたい。じゃあ混ぜますね。よいしょ、すごい炭酸になってる。ちょっとね、少なくなっちゃったんですけど、あわあわになった、すごいね、すごい、顔出ししない YouTuber みたいになっちゃったんですけど、できました。まあ本当はね、飾りをつけるんですけど、そう、使えたんでやめます。あとちょっとフレンチフライ機能忘れました。えいえい、フレンチフライちょっと切ってきます。硬いな。味は甘いですか？甘い。食べなきゃいけない。マジか。ちょっとまあ諦めます。ポテト2個でみんな許してください。はい。ということで。硬い、硬いね。はい、ポテトチーズバーガーになりました。食べますか？じゃあ、これを食べて終わりにします。食べるのか、わかりました、食べます。ちょっとちゃんとみんな見ててくださいね。あといいねしてくださいね。あ、手が汚い、いただきます。いただきます。マジか、食べるのか、いただきます。マジで食べるか、いただき、いいねしてくださいね。いただきます。ここ、水ちょっと飲んできました。あ、この水飲んじゃいけないやつなんでね。はい、甘いんですけど、ハンバーガーの味するんですよ。あと硬いんですよ。甘い硬いハンバーガーでした。はい。ということで、皆さん最後まで見てくださりありがとうございました。ハンバーガー辛かったです。皆さんもぜひ自分で試してみてくださいね。作り方は皆さん私教えたので、いつか作るときはこの動画を見て作ってみてください。はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。コーラだけ飲みます。甘いんですけど、まあコーラですね。ちょっと炭酸です。あ、本当に落ちちゃった。ポテト、はい、ポテトも食べます。うん、ポテトの味がします。お疲れ様です。ありがとうございます。皆さん最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の YouTube ライブでお
お会いしましょう。またね、バイバイ。また明日。